77。はい、今までいたヤバいファンの話。これ俺放送できないやつ1個あるわ。え、ほんまに怖かったやつ。放送できない、うん、こいつヤバいなと思ったやつ1個あるわ、ほんま。えー、まあ、簡単に言ったら、うん、なんかそのまあそのダイレクトメッセージが、うん、もう無限にもう既読もつけて何もしてないのに無限に届くんですよ、うん、毎日、はいはい、いちいちもうほぼ朝昼晩のレベルで長文で届くんですけど、はい、内容がなんかね、妄想の中で僕と旅行に行ってたとか、なんかそういう本当にめっちゃリアルな感じで、なんか今日海行ったねみたいな、そんな感じの怖感じなんですよ。え、怖っ、めっちゃ怖いでしょ。怖い。え、それだけじゃ終わりじゃないってこと。終わりじゃない、いろんなもん書かれてるんですよ、事細かに。はい、やばいね。え、それは今も続いてる。いや、今わかんないです。あ、もう見てないのか。はい、あ、なるほど。結構良かったですよ、マジで。 それがそれだけじゃないですよ、それでもやばいでしょ、うん、それのもう遥か上を行くその同じ人なんですけど。エピソードがあるの。エピソードあります。でもそれは言えないと。これエグいっす、ほんと。多分ガチドン引きっすよ。あー、じゃあもうマジで怖っ。ただただ怖、もう恐怖、恐怖です、ほんとに。もう怖いな、それ、はい、ガチガチの怖さですね。もう言えないやつでしょ。俺びっくりしました、俺も正直。これは怖っ、はい、怖っ。その文字で伝えていいですか。うん、これやばさ話だよね、放送できるかどうか。マジで多分無理やと思います、俺は。いや、それってもうあの選択肢あれしかないですよ、多分。いや、ああいう系しかないですよ、多分。もう思いついてるんですよ、多分。いや、だからあれだったら嫌だなって感じです。怖い。なんかそのいますよね、たまに。もう妄想の中で勝手に付き合ってる人とか。ああ、もしかしたら話してると思ってる人とか。はい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 、はい、そういうとこあるよね、それって。これですね、簡単です、こんな感じです。あー、まあまあ確かにグロいね、なんかグロいね、これやばい、やばくない。確かに、確かに。なるほどね。でも俺、それは、まあ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 、そんなありなんですか、ギリ。まあ、キモい、そのなんか、いや、不快な気分にはなるけど、まあ、はい、ありっちゃありだと思うけど。俺は無理ですね。いや、だってこれ、しかもこれエグいのが、うん、全部、もうなんか、まあもう説明しづらいですけど、全部マックスって感じ。はい、全部マックス。あ、マックスなんだ。はい、マックス、マックスですね。すごいワードですね。はい、マックス、全部マックス。全部マックスはやばいな。全然俺からじゃないです、わかんないです、全く。本当に怖いです。全部マックス。これは俺もね、正直あえて全部マックス。別にその悪い人じゃないかもしれないですけど、うん、これちょっともう、ちょっと怖すぎるなと思いましたね。確かに、あ、なんか今冷静に考えたらメッセージ性エグいね、これ。あの、現物見たら多分、あ、さすがにこれアウトっていう判断。俺もそれ鮮明に残ってるんですよ、その映像が。怖い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 。映像、はい、怖いです、マジで怖っ。結構映像だったっすね、これはもう本当に。確かにそれはやばいな。うん、怖かったっすね。怖いわ。次行こう。ちょっと怖いわ。確かに、ちょっともうドクドクしました。もう今の光の反応がもう怖いもんね。うん、怖いっすね、はい。